この靴下、俺朝一緒に行きました。それの下駄履いて行くのかな。え、時津風？あー、時津風か。おや、なんだよ。靴下覚えちゃったな。そうか。朝一緒に歩くときに靴下覚えちゃった。東方、靴下。岩手県八幡平出身時津風部屋、西方海市、青森県下北郡大間町出身田子の浦部屋、東北太平家でしょ。そちら勝って5-0か。これは序の口とは思えん感じ。ちょっと遠く立ちますね。開始もっと離れた。おー、序の口とは思えんすごい相撲だ。おーっとし、突き倒して寿司の勝ち。